女優の山本美月と夫で俳優の瀬戸康二が5月16日、それぞれのツイッターにて第一子が誕生したことを報告。ツイートに添えられたイラストに注目の声が集まっている。山本美月瀬戸康二夫妻、第一子誕生報告でイラストに注目。二人はそれぞれのツイッターで第一子の誕生を報告。母子共に健康であるとした。 二人ともイラストの腕前がたびたび注目を集めているが、今回の報告ではどちらのツイートにも幻想的なイメージを感じさせる絵が添えられている。山本と瀬戸がそれぞれ描いたもので、サッチや書かれているものは違うものの、2枚を並べると中央部分がつながり、蜂が浮かび上がることがわかる。山本の絵には蝶や花々。 瀬戸の絵に個性あふれる生命体などが描かれており、中央の鉢に向かって飛んでいるようにも見える。これを受け、ネット上のファンからは、二人揃って素敵な完成、どういった意味が込められているんだろう、表現が細かくて美しい、合わせて一つになる絵に感動した、などの声が届いている。 山本水希瀬戸康二、2020年8月に結婚発表。山本と瀬戸は2020年8月に結婚を発表。1月に山本が第一子を妊娠していることを発表していた。